中年オタッキーです。ね、もうそろそろ梅雨も終わりっていうね、状況で、まあ雨がすごいことになってるんですけどもね、今日もね、土砂降りの中ね、走ってきました。それでね、今日はね、このカメラの紹介になっていきますね。ジャンクで仕入れました。ペンタックス ME ですね。これ安く仕入れたんですけどもね、どんな写りをするかということで、レンズはね、XR リケノン 50mmF2 っていうね、和製ズミクロンとかいうね、言われてるやつを、取り付けてね、カラーフィルムで撮影してきました。それではね、動画最後までごゆっくりご覧くださいませ。動画スタートしてまいります。はい、ペンタックスのね、ME なんですけどもね、このカメラはね、僕はもうジャンクでね、仕入れてきて、電池室にね、液漏れがあって、最初は電源が入れなかったんですけど、ちょっと接点を磨いたらね、電源が入るようになってね、ちゃんとこれね、今 AE が効いてますけどね、電源が入るようになりまして、無事使えるようになりました。ちょっとファインダーとかは汚いんですけどね、まあ使えるようになったということでね、試写してきました。んで、このレンズはね、富岡工学が製造していると思われる XR リケノン 50mmF2 なんですけども、以前もね、動画で紹介したんですけども、以前はもうモノクロのね、フィルムで撮影したんで、今回ね、ちょっとカラーフィルムはまだ未撮影だったんで、カラーフィルムで撮影してきました。で、このカメラなんですけどもね、時代背景的にどういう時代だったかっていうと、ペンタックスはね、SP とかね、SPF とか、あの辺のね、シリーズで、大成功してね、爆発的なセールスをするんですね。ただね、時代は進んできてね、開放速攻とか AE とかいう話になってくると、SP とかね、SPF とか、あの辺のカメラは、M42 ってスクリューマウントだったんですね。で、そのレンズの情報を、カメラに伝えるのが難しい、AE 化するのがちょっとややこしいとかいう、弱点があったんで、K マウントっていうのを開発します。で、K マウントで K シリーズって、これね、これは以前購入した、KM になるんですけどね、一応ね、バイオネットマウントっていうことで、このレンズのマウントの部分を押して回すとね、簡単に外れるんですけども、このカメ、その、K マウントが登場した時、KX とかね、KM とか、まあ、いろいろ出たんですけど、SP の時よりちょっと大きくなったんですね。全然一回り大きくなったんです。マウント系もね、M42 が 49mm だったのに対して、これは K マウント 52mm で、マウントが大きくなったのもあって、カメラのサイズが一回り大きくなったんですね。で、それがね、なんかセールス的に良くなかったようで、ペンタックス SP とかコンパクトでしたから、そのペンタックスのイメージとは外れたというのもありますし、オリンパスがね、コンパクトなカメラを出してきて、それが人気を博してね、ペンタックスは押される形になったんでしょうね。で、M シリーズを開発することになったわけです。この ME が出たのはどうやら1976年だったみたいんですけども、OM1、当時最初だった OM1 よりね、一回り小さいってことで、とにかく小さくなるように設計したということですね。で、基本的にはね、絞り優先 AE キーになりますね。シャッタースピードはね、もう完全にオート、になってしまって、絞り優先しか使えない形になります。で、露出補正ダイヤルもね、一応ね、ついてるんで、本当にもう、AE で撮影するのに慣れた現代人にはね、違和感なく使えるかもしれませんけど、当時の人はね、どんな思いを、抱いたんでしょうね、シャッタースピードはね、画面のね、スクリーンの左端に、LED 点灯によって表示されるようになってます。で、シャッタースピードはね、1000分の1から、何秒まで切るんです。スローシャッター何秒まで切れるかちょっと不明ですけども、まあ、縦走りのね、メカニカルシャッターになりますね。多分これコパル製のシャッターだと思うんですよね。こんな感じでね、多分ニコマート EL あたりとよく似たようなシャッターに、なってます。構造的にね。この時代はまあ、シャッターユニット、多分コパルじゃないかなと思うんですけどね。今回、
なんだっけ、富士フイルムのね、C200 っていうね、フィルム。以前、B&H フォトでね、ちょっと安値で仕入れてきたフィルムで、作例を撮ってまいりました。で、まぁ、こんな感じで、富士フイルムのね、C200 はね、このように若干ね、彩度が高い、発色をするということでね、青空とかね、青い海とかがね、これちょっと夕暮れかかった雲ですけど、色をね、より強く反映するような感じになってますね。で、まあ、レンズとしては、これも鮮やかな色です。レンズとしてはやっぱキレがいいのと、ボケも結構いい。あと、これ逆光にも結構強いですね、このレンズね。さすが富岡光学製ということでね、素晴らしい写りになってると思います。キレもいいですしね。で、色も鮮やかに写ってると思いますね。で、まあ、AE なんでね、このようにね、まあ、空に引っ張られて、適当に撮ったらもう空の方にね、露出が引っ張られて、手前の被写体は、ちょっと黒く潰れるような形になりますが、まあ、これは、露出補正とかでね、補っていくしかないんだと思います。で、ペンタックスのね、これ、MEね、この、なんていうんですか、とにかくコンパクトで、ね、もうね、見た目にもわかると思うんですけどもね、K シリーズよりはもう圧倒的にコンパクトです。で、まあ露出ね、その、絞り優先 AE 専用機にはなってしまうんですけども、とにかくね、パシャパシャ撮るスナップ写真をね、撮るときはね、この軽さ小ささがね、強い味方になりますよね。まあ女性とかにもね、もうモテるような、本当に非常に軽いボディですし、で、巻き上げの感触とかもね、その割にはいいんですよね。滑らかに動きます。まあこれ、今暗いんでちょっとシャッター数とか遅くなっちゃいますけどね、よっと。まだ切れてない。まだ切れてない。これね、僕のね、MEはね、モード選択ダイヤルのボタンがなくなっちゃってて、モード切り替えができないですね。で、今ちょっと長時間、今ようやく切れて、これ解放にしたら、解放にしたらこんなもんか。この巻き上げの感触がね、非常に滑らかになってます。ちなみにこっちは、KM ですけど、KM になると、これ、まぁ、ちょっとギクシャクする感じかな。まぁ、こちらはね、布幕の横走りのフォーカルプレーンだったかな。うん、間違いないね。布幕の横走りのフォーカルプレーン。この辺からね、その縦走りメカニカル、フォーカルプレーンにね、時代が移り変わっていくんでしょうけど、利点としてはね、シンクロ速度が速くなるとか、ね、最大シャッター速度が、これは多分専務の字ですけど、最大シャッター速度が速くなるのも縦走りのメカニカルフォーカルプレーンの方がいいみたいですね。で、音的にはね、僕はね、横走りのね、布幕のフォーカルプレーンの方が好きかな。まあこれ、ちょっとペンタックスのね、純正レンズ、まだこのカメラを取り出した時に持ってなかったんで、もういいやと思って、この品社のズミクロンっていうか、和製ズミクロンっていうか、富岡工学が製造の、リコのね、XR リケノン 50mmF2 っていうレンズで全部撮ってきましたけど、まあ映りはいいですね、このレンズね。フィルムのサイドも高いことも相まってね、まあこれから先ね、夏になって、太陽のね、元にね、バンバン写真を撮るような時にはいいレンズなんだと思いますね。はい、今日はね、なんだかよくわからない、まあカメラの紹介なんだか、レンズの紹介なんだかよくわからない、動画になってしまいましたけど、僕のね、このベンタックスの ME はね、本当にジャンクで、この飾りネジもね、結局ね、つくやつがなくってね、今探してちょうどいいやつを探してるんですけど、なかなかないんですよね。まあ、壊れた、完全に壊れた ME とか、そんなのがあってね、部品があればね、引っ付けようと思っていますけど、なかなかね、ファインダーも汚いんでバラしたいっていうのもあるんですけど、まあ、電子カメラはね、プリズムとかね、ファインダーとかを清掃しようと思ったら、どうしてもね、フレキシブル基板を外さなければいけなくなるんでね、この間もね、ツイッターでちょっとね、キャノン A1 のね、分解のね、様子をね、流しましたけどね、フレキシブル基板ばっかりは、ちょっと私、ハンダがね、苦手でね、多分、焼損してしまうんで、そこまでは手が出ないんですよね。はい、今日のね、カメラ紹介はね、こんな感じになります。どうだったでしょうか？あんまり面白くなかったかもしれないですね。ここからはね、いつものね、視聴者様の、作品の紹介になってまいります。
はい、作品投稿のコーナーですね。今日はちょっと多めで6名いきますよ。一都市九さんから、1枚目がアゲハチョウ、2枚目がね、酸っぱいブドウということで、カメラがニコン F2 フォトミック、レンズがね、AI ニコール 180mmF2.8S ということです。で、1枚目なんですけどね、これね、もうちょっとトリミングしてもいい写真だと思いますね。解像度は十分なんで、あんまりね、トリミングすると粒子がかなり出てしまってますけども。で、2枚目はね、タイトルが酸っぱいブドウということで、多分、熟してないブドウのことを言ってるんですよ。2枚目はもう一つだったかな。まあ1枚目は結構いいと思いますね、この写真ね。トリミングすればなお良しだと思います。はい。一都市九さん、ありがとうございます。次はね、野良旅人さんから2枚。1枚目がね、付き添い待機中。2枚目が、ベンチの上で警戒中ということで、カメラはどちらもミノルタ XD、MED6 コール、50mmF1.4、ベルビア100ということになりますね。で、これ1枚目なんですけどね、これちょっともう影になってしまってね、色温度が下がっているように見えますね。多分これ色温度下がってるんじゃないかな。2枚目はね、結構光が来ててね、鮮やかに撮れるとは思いますけど、おりますけど、まあ、どうしてもリバーサルフィルムはね、まあ、言うたらホワイトバランスがないデジタルカメラみたいなものなんで、曇りの日とかはね、フィルターかけなきゃいけないんですね。で、今はね、フィルターかけなくてもデジタル処理でね、色温度上げれるんで、まあ、ちょっと勝手にね、僕1枚これ色温度上げてみましたけど、まあ、多分この色がね、正常な色なんじゃないかなと思うんですけどね。これ色温度上げるっていうのは別に、加工になるんだろうけど、まあリバーサルではね、普通にやっていいんだと思います。もともとそういう特性のフィルムですんでね。はい、野田旅人さん、ありがとうございます。次がね、テラーさんの作品、1枚ですね。タイトルがね、大寺院の窓からか、カメラがオリンパス OM2、レンズが F 随行オート S50mmF1.8、フィルムがね、富士フィルム業務用100ということになりますね。これね、まあ、斜め構図っていうね、ちょっと、なんていうんですか、水平をわざと崩した構図になりますけど、これ窓から切り取った雰囲気がね、ちょっとシャドウがかかって、右の方にシャドウが見えてますけど、まあ、よく出ておりますね。いい天気でね、飛行機雲なんかも出ておりますしね、シャープに撮られておりますね。結構シャープに出てますね。随行のレンズってちょっともうちょっと柔らかい描写かなと思ったら、これ結構シャープに出てますね。うん、いい写真だと思います。はい、テラーさん、ありがとうございます。次はね、小寺さんの作品2枚。1枚目がね、タイトル雨上がり、2枚目がね、日差しってことでね、カメラがね、F2、ニコン F2 フォトミック AS、レンズ日本光学の、オート S50mmF1.4、フィルムがね、コダックカラープラス200ってことですね、どちらもね。で、1枚目なんですけどね、僕だったらもうちょっと水たまりの方をね、クローズアップしますね。せっかく面白いね、形状のね、標識が映り込んでいますので、そちらをクローズアップしてると思います。で、2枚目の方は若干これオーバーだったのかな。若干オーバーだったんですけど、まあ、ネガはね、ちょっとオーバーぐらいがね、鮮やかに映ったりしますんでね、これはこれでいいと思いますね。はい、小寺さん、ありがとうございます。次は、サムライジャパンさんで1枚。タイトルがね、港の夕暮れ、ペンタックス K01、ペンタックスレンズ DA1855、F3.5、まあ、これ言うたら、標準の、マキエレンズですね。でね、写真なんですけど、かなりちょっとアンダーにね、撮ってる、これ狙って撮ってるんだと思いますね。ペンタックスのカメラね、このちょっと露出アンダーに撮るとね、結構マゼンダがかった色になってね、夕日が、印象的に撮れるみたいですね。だから、開放だったのかな。ちょっと周辺原稿はありますけど、まあいい写真だと思いますね。はい、サムライジャパンさん、ありがとうございます。次がこれか、スノーママの暮らしさんかな、これ。初投稿になりますね。2枚。タイトルがね、1枚目が昼中の流星。2枚目がね、この先もずっとってことでね。カメラはね、どちらもね、オリンパスペン EE3、コダックカラープラス、
200で撮っているということなんですけど、これ1枚目すごいですね。もうペンタックス、違う、オリンパスだ。ごめん。オリンパスのね、ペン EE3、EE シリーズで、ね、逆光で撮ってこんなに綺麗に撮れたことはありません、ね。ちょっとね、放射状にフレアが広がってるんですけど、それがまたいい感じに映ってましたね。2枚目、これ2枚目もこれペン EE で撮りました。僕だったらね、こんな感じにね、トリミングしますけどね、これなかなかいい、これもなかなかいい写真だと思います。なかなか、期待の新人が出ましたね。スノーママの倉石さん、ありがとうございます。大学生ということでね、今後のね、ちょっと活躍が、期待される一名でございます。はい、今日のね、作品紹介は、こんな感じになりますね。次は俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、野良旅人さんの俺のカメラ。ミノルタ XD ってことでね、レンズがね、50mmF1.4、24-35mm、35-105 マクロ、70-210 の4本ということですね。ミノルタ XD ね、僕も仕入れましたけどね、ものすごくね、感触のいいカメラで、巻き上げの感触も良ければ、シャッターのストローク感もいいですしね、ほんでね、シャッターが切れた時の感触もすごくいいんですね。これね、ニコン F に匹敵するぐらい感触いいと思うよ、シャッターの感触はね。巻き上げだけだったらニコン F 以上なんで、かなりいいカメラだと思いますね。ただなんか突然死するカメラも多いらしいんで、注意が必要なカメラになりますけど、レンズはね、ミノルタのレンズということでね、大変良い発色をするというんでね、まあ、リバーサルフィルムでね、撮りたくなる気持ちもわかりますね。僕も早く試写したいところなんですけど、順番待ちがすごいことになってますんでね。はい、次はね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナー。今日はね、サンクさんから投稿ですね。サンクさん初投稿かな。いつも動画を楽しく投稿、いつも動画を楽しく拝見させていただきます。やったやっちまったのコーナーに投稿します。夜中に目が覚め、フィルムを巻いておこうとフィルムローダーをセット。36枚巻いて蓋を開けたところ、剥き出しのフィルムが取り外しできるパトローネを使っており、スプールだけセットしてパトローネのケースを付け忘れたことに気がついた時には後の祭り、見事に完工してました。少々寝ぼけていたようですということなんですけど、これね、フィルムだけ巻いて蓋開けちゃって、それをまたパトローネに入れて写真撮ったんですね。これなかなかやりますね。絶対完工してますよ。僕が持ってるね、フィルムローダーと全く同じね、キングのフィルムローダーになりますが、ちょっとバージョン違うね。こういうこと、僕はね、もう、貧乏症なんでね、フィルムローダーにね、フィルム巻くときはね、もう慎重に慎重を重ねてやりますけどね、もう損するの嫌なんでね。はい、今日はね、今日の動画、こんな感じになっていきます。で、今月のね、月末ライブなんですけどね、今日、今撮影してるのがね、27日の早朝になるんですけども、一応ね、週末金曜日か、31日が月末になるんですね。微妙だな、できるかな。ちょっとできるかどうか怪しい、かなり怪しいんですけども、一応31日の予定になります。来ないかもしれないですね。ちょっと明日もね、すごい地獄のような仕事に当たっておりますんでね、茨城から四国まで一晩で走らなきゃいけないんで、そんな感じでね、次の動画なんですけども、次の動画はね、何の現像が上がってきてたんだっけ、忘れちゃったよ。あ、そうだ。京セラのね、AF カメラ。でね、ちょっと写真を撮ってきて、ちょっと面白いレンズがついて、富岡光学製ではないかというね、レンズがついておりましてね、その動画になっていくと思います。
はい、今日ね、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画ね、高評価、コメントに支えられております。ちょっとね、最近コメントのね、返答がね、繁忙期で遅れがちになっとるんですけども、まあ、ぜひぜひね、コメントくださいね。見落とさない限りはね、コメントには返答していきます。で、高評価もね、ポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひお願いします。で、チャンネル登録の方ね、最近ちょっと勢い戻ってきてますけど、まだまだね、チャンネル登録、たくさんいただければと思います。テンションも上がりますんでね、モチベーションと言いますか、で今回のね動画はねちょっとこれ試験的にね、EOS 5D Mark III で撮ってます。これバリアングルモニターじゃないんですけど、トラックの中で撮ってるということで、これ助手席の窓にねモニターが映ってるんですよ。これ使えるじゃんと思ってね、バリアングルモニターじゃない、EOS 5D Mark III で、ハイビジョン画像を今後撮っていこうと思いますけど、画質はどうですか。まあ、今日の動画はここまでになります。また次の動画までお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。